秋の訪れを告げる渡り鳥の差し歯が越冬のため奄美大島に飛来し始めました。差し歯は鷹の仲間で本州や朝鮮半島で繁殖し、秋になると奄美大島やフィリピンなどに飛来して冬を越します。宇検村で開かれた観察会にはおよそ20人の小中学生が参加し、子どもたちは双眼鏡を使って大空を優雅に舞う差し歯の姿を追いかけました。回って風に乗ってるみたいな、すごいな。鳴き声だとか猛禽が出たら襲われると思って小鳥が騒いだりとか、そういった五感を働かせながら鳥を見つけるっていうのが楽しみですね。差し歯は奄美大島で4月頃まで観察できるということです。